感じだったりしないかな。アニメはどんなアニメが好きなんですか？アニメね、最近全然見てなくて、一番最近追ってたのは日暮らし号だからな。そうですね、私の好きなアニメか、あ、でもあれ、あの Hulu で白箱全話見ましたよ。劇場版も見ましたよ。面白かった。いろいろ見たけど最近来たー、アイマス中来た、これアイドルマスター会いますね。え、ごめん、ちょっと待って、これね、良くないんだ実は。あのね、アイドルマスター好き、熱いですねって、アイマスの中のどれ、そう、これ良くないから。アイドルマスターが好きですね、でもサイド M が好きなのかデレステが好きなのかで天と地ほどの差の知識の隔たりがあるからね、これ。マジでこれダメね、これ良くない例です。皆さん見て、これ見ちゃいけ、よく言えないで。これはアイドルマスターの何々が好きっていうのを最初に言っておかないと、相手も相手で、もうなんか、もうアイマスが好きですねって言って、あ、私もですって言ったら、もうお互いに、どれだこいつ、こいつどれだの、水面下の探り合いが始まるからね。はい。ソシャゲやったらすっかりハマっちゃったアニメの。ソシャゲって言うから、ミリシタかポップマスか、デレステか、みたいなとこあるかな。うん、アニメの方も全話見ましたと。わかります。どのアニメ、ちょ、やきもきするわ。どのアニメゼノグラシア、ゼノグラシアか。ゼノグラシアだったらもういいんじゃない。微熱で SOS しようよ。そしたらさ、アイスター面白いですよね。どの子も可愛くて好きですけど、私は、あ、し、あ、なるほどね、シマムよね。はいはいはい、出れますね。でソシャゲだったらなんか、まあモバかステのどっちかでしょ、うん、まあ大型デレステとかになるのかな、うん、なるほどね。これモバマスの方だったら、お、へー、そうなんだ、え、選挙権何枚買いましたみたいな感じの流れになりますからね。マジっすか、俺もゆずきちゃん推しです。どうし、あー、うずきね、うんうん、アイスタの、え、アイマス、アイマス、え、アイマス中、え、え、佐々木さん、アイマス、え、ちなみに、どのアイマスのシリーズが好き、え、いろいろあると思うんだけど、例えば、え、俺が好きな、おそらくミトポヨが好きなやつだったら、アイドルマスターシンデレラガールズだと思うんだけれども、その中でも誰の担当か、あるいは、その担当のスタンス、